ミスタイムさん、トランポリンについて解説していただきましてありがとうございました。まさかね、 NASA まで使われてるとはね、すごい私の思っているよりも大きな収穫でした。実はね、私がこういうトレーニングをしてるんですけどって聞く質問って結構怖いんですよ。というのが、それは効果ないですよとかね、それは迷信ですよって言われてもしょうがないかなと思いながら聞いてるわけなんですよね。まあダイエットとか筋トレとかっていうのは人それぞれいろんなね、考え方ややり方があるんですけども、やっぱりね、それは効率悪いんじゃないのっていうのもあると思うんですよ。で、今まで筋トレとかスポーツってその繰り返しだったと思うんですよ。私が幼い頃っていうのは、運動してる時に水を飲んだらダメだよとかね、座っちゃうともう良くないよっていうふうに言われて、本当にきつい中、炎天下の中、一滴の水も飲まずに大きな声を出してね、いわゆる根性論でやってたんですけども、今はだいぶそれがね、改善されていってというか見直されてきて、やっぱり水は定期的に飲まないと筋肉に良くないよとか、休憩は適度に取らないと逆効果が出るんだよとか、筋肉がおかしくなっちゃうんだよってことがね、あって、あ、なるほど、そういうことなんだなっていうふうに思うことができるんですよ。やっぱりこれからもね、筋トレを進める中で、ダイエットを進める中で、勘違いする面とかね、やっちゃいけないことを繰り返してた、熱心に繰り返してたっていう例はあると思うんですよ。まあ、ですので私もね、これでいいんだろうかといつも思いながら、ミスターMさんのようなね、ガチンコマッチョクラブをやってらっしゃるマスター、そうですね、ガチンコマッチョクラブのマスターですね、ミスターMさんはね。で、そういう方にね、いろいろと考え方を聞きながら進めていきたいと思います。やっぱり年代も体型とかね、体力的にも多分似てると思いますんで、ミスターMさんの動画を、今回はトランポリンの動画ですけどね、ガレージやってるのを見ながら、ちょっとね、なんか嬉しいなと、同じトランポリンじゃないかこれはみたいなね、多分同じトランポリン使ってるんじゃないかなと思いますよね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。